金色の夢が動き始める。これから訪れる夜、あなたは挫折を味わい、悲劇を目にするだろう。やがて世界はモノクロになる。そこには一抹の赤が現れるが、すぐに消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下す時、その赤は再び現れる。この言葉の意味をよくかみしめ、目覚めの世界へ帰るといい。私たちが探している答えはそこにある。ガツンと来るやつでいこう。ふん、2倍速ってこんなもんね。共に歌う。人事はなす。気を逃さず動く。でも恩義を転換。ガツンと来るやつで行こう。もうついてきて。聞いて。雑音消えていく。バトル体験を改善。2倍速ってこんなもん。想像しない。私がリードする。目を覚まして。秩序なき雑音が。ほら
本名転換。これがコラボスタート。消化勝利、リポッポした世の場人事なっあなたたちに通告、栄光の合唱に加わり天道に帰りなさい。真理を知る者は守る。私を楽しませてくれる？ガツンと来るやつですか。ふん、2倍速ってこんなもん。考えても無駄。もうクモ、お願いだからあがお願い。やった、上がり。秩序の極まるのか。目を覚まして。夢と現実の区別がつかない。それは偽りとは言えないでしょう。占いましょう。機を逃さず動く。来い、クモ。やっ。秩序が刻まれるか。お、バトル体験を改善。二倍速ってこんなもの？想像し。私がリードする。完璧な学章を持って命ず、楽園を再現せよ。秩序の学章の中にもう一つの声が現れた。ピノコニーの最初で最後の不協和音が。ついてきて。美しい夢に囚われていた人たちが今自由のために目覚め始めた。ロビン、あなたが歌っているのですか。兄様に聞こえているのはみんなの心の声よ。ここは彼らの望む楽園じゃないのです。人々は依然として進むべき方向が分かっています。私は空に輝く唯一の星となり彼らを導かなければ。その星があるのが永遠に孤独な闇夜だったとしても。これが私コラボスタート。バトル体験を2倍速ってこんなもん。世の万物人事なす。すぐ嘘にかかる。ガツンと来るやつですか。消化勝利。私を頼む。私がリードする。気を逃さず動く。来い、お願い。やった、上がり。秩序の鬼殺音が。やっ。へえ、リポッポした。私たちが孤独でなかったなら、なぜ別々の道を歩むことになったのでしょうね。最後の交渉はこれで終わりです。全ての想像は終わり、麦の日に至り、哲学の大事、万象を再構築するのです。あなたたちの楽園がより多くの人を救えるのなら、その手で私の進む道を立ってください。
見せてあげるんだ。弱者たちの信念を。バトル体験を改善。2倍速ってこんなもん。獅子あなたに敬意を。言語に誓う。考えても無駄。何時らに命ずこの感じなんかすごいのが来そう。あなたが万物を作り出したわけではありません。お前は高尚な人間だ。過去に縛られるな。つっくけ。人があなたを再現した。ガツンと来るやつに変わったぞ。その神の肉体を持って我が楽園の礎となりなさい。ふん、2倍速ってこんなもん。これが私コラボスタート。不利などない。消化勝利。世の万物人事をなす。なんという冒涜。ガツンと来るやつでいこう。やっ。たとえ苦痛に満ちた未来が待ってたとしても、うちらは絶対に逃げたりしない。ガツンと来るやつでいこう。私がリードする。ふん、2倍速ってこんなもん。なんという冒涜。目を覚まして。なんという冒涜。ふん、なんという冒涜。来い、クモ。秩序への渇望に誓います。やめて。私たちが約束した楽園は秩序しか選択肢がないわけじゃないわ。本当の幸せは虚無を前にしても屈したりしない。それこそが人間の正しい生き方なの。兄様、人間の弱さは他人に救えるものじゃないわ。それはいつの日か。夢から覚めるためだよ。兄様、夢から覚める時よ。